若干ピット離ればらつきありましたが、結局はどうやら6選手定番通りのスタイルとなってくるでしょうか。丸亀ブルーナイターデイリースポーツ創刊70周年記念競争3日目、これより後半戦です。第7レース予選競争、1号艇後藤陽介、2号艇小津康史、3号艇石橋道友、4号艇安河内翔、5号艇鈴谷一平、6号艇甲賀充、以上6選手の対戦です。結局は枠なりとなりそう、絶好枠後藤陽介がインコースに侵入です。今日の1走目も船券に貢献、ここまで大崩れを許していません。このイン線もしっかりものにしてくるか。2コースには2号艇小津康史が構えます。ベテラン調整校舎、この近況上昇モーター62号機もしっかりと支柱に収めているか。2号艇大津、そして3号艇石橋道友、センター3コースとなります。ここまで4戦2勝、ゼロ台のスタートも決めていますが、まだまだ暗中模索。ここはリングを変えての戦いとなります。ここまでがスロー。角の4コースには4号艇安河内翔です。乗り心地抜群、初登場の丸亀水面で実に軽快な戦いを披露しています。5コースには5号艇鈴谷一平、6コース6号艇甲賀充。昨日待望のシリーズ初白星、この不利な枠番も一気に勢いで克服となるでありましょうか。3対3のスタイル、第7レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。角の4コース好スタート、4号艇安河内が一気に絞り込んでくる。2コースからは2号艇大津康も攻めの姿勢、1号艇後藤が応戦するか飲み込むか。2号艇大津内狙う、4号艇3号艇5号艇佐藤もわずかに踏ん張っているか。1号艇後藤陽介内から接近は3号艇石橋道友、へさきをかける。最内からは5号艇鈴谷一平、艇を並べ6号艇甲賀充も差を詰める。先頭争い4選手固まる。第7レーススタート正常、1周2マークは5号艇鈴谷一平握って先手を取る。6号艇1号艇3号艇内側懐ついてくるが、先手を取った5号艇鈴谷に抜け出した、絞り込んでくる一定師範優勢。1号艇後藤陽介も粘っている、へさきをねじ込もうとする。外から展開見せるのは3号艇石橋道友、上位体系目下のところ5番1番3番です。さらに潜り込んでくる4号艇安河内、2周の1マークですが先手を取って5号艇鈴谷一平が完全にリードを広げた単独先頭。1号艇後藤陽介2番手、3番手3号艇石橋道友、5番1番3番の体勢。少し差がついて4番手には4号艇安河内翔、後方は6号艇2号艇が続いています。2周2マーク折り返しホームストレッチ、先頭は5号艇鈴谷一平、1号艇後藤陽介2番手、4号艇回して切り込んだ3号艇6号艇と、ここで3番手の最混戦となるか。わずかに3号艇石橋道友が3番手優勢、5番1番3番最終周回に入っています。パワー不足に苦しんでいましたが連日の整備、ここで効果が出てきたのか。先頭は5号艇鈴谷一平、2番手1号艇後藤陽介、3番手3号艇の内側鋭く攻め立てる4号艇安河内翔も、3番手キープは3号艇石橋道友も、5番1番3番2停進半まで来た4号艇安河内、4番手から追い上げる。後方は6号艇2号艇最終コーナー、先頭は独走ぶっちぎり5号艇鈴谷一平、2番手1号艇後藤陽介に合わせるような格好3号艇石橋道友も、その懐ついてくる4号艇安河内コーチも上位体系は変わらず、5番1番3番でゴール。先頭5番鈴谷ゴールイン、2着は1番後藤、3着3番石橋ゴールイン、4番6番ゴールイン、ラスト2番オツゴールインです。第7レースの着順確定をお知らせいたします。1着5番、2着1番、3着3番、以上でございました。第7レースの払い戻し金はご覧の通りです。